プネウモキスチス、ニューモシスチスは哺乳類の肺に寄生する生物。この属に分類されるイロベチイはニューモシスチス肺炎の病原虫として知られる。かつては原虫と考えられていたが、近年になって極めて得意な死脳菌類の一員であることが判明した。この生物は哺乳類の細胞外寄生者である。不定形の小型アメーバ様の栄養体を持つ。 世界的に広く分布し、宿主は人をはじめ、ネズミ、フェレット、馬、豚、ウサギ、サルなどが含まれる。特に、HIV 感染者に見られる、激症性の肺炎の原因として有名である。この記事は、この生物の生物学的な面について記すため、この病気に関することは、ニューモシスチス肺炎を参照されたい。なお、この病気を、 仮に肺炎と呼ぶのはその病原虫をピー・ケリーニーとしていたためである。ただしこれはラットのものであり、人に寄生するものは現在では別種のニューモシスチス・イロベチー・ピージ・ラベキーとされている。当初はこの属は単型とされたが、現在では宿主によって種が異なると見られている。ただし詳細は未解明である。形態としては栄養体、シスト、プレシスト、 死虫の四つが区別される。栄養体は多形的で計2から4マイクロメートル、白膜で核を一つ持つか、時に複数を持つ。シストは、休憩からコップ型、三日月型などで計4の8マイクロメートル、中が詰まっている場合や空の場合、壊れている場合もある。あるものは黒い固定化点を含む。ここには穴があり、 これは種虫を放出するためのものと考えられる。シストの中には最大8個の種虫が含まれる。栄養体は肺にある肺胞の内空に寄生し、その輪郭は発生初期には不規則になっている。これは単層の核を複数持つ多角体である。この細胞は分裂によってその数を増すものと考えられている。このような細胞が互いに融合するとすぐに 内部で核の融合が起きる。これによって生じた服装の核の周りで細胞が仕切られると、これは初期の死脳となる。この中で核が減数分裂を行い、その後に体細胞分裂が生じる。これによって8個の核ができる。成熟した胞子は死亡の壁が避けることで放出される。ただしこの生物は絶対寄生菌であり、培養が極めて困難で、 また野外におけるその生存の様子が全く分かっていない。そのために生活感の究明が困難になっている面もある。分散の様子もよく分かっていない。空気感染であるとも言われるがはっきりしない。なお、この生物の寄生性は種得意的で、例えばマウスから得られたものをラットに移しても顕著な増殖は見られず、発病も起こらない。これに対して、ラットのものをラットに移植すると、 急激な増殖と深刻な病状が現れる。この生物の培養法は確定していない。哺乳類の細胞とともに忍培養する方法なども検討されたが、ごく短期間の培養しかできなかった。1999年にマラーリーらが純粋培養に成功しているが、これはミニマルエッセンシャル培地に馬の結成やその他微量成分を含む液体培地で、 コラーゲンでコートした多項膜の上に育てるという方法である。この方法ではこの生物は2日足らずの周期で増殖をするが、数日でその速度は急速に落ちる。そのため、その生育している気面を満たさないようにしながら、頻繁に倍値を変える必要がある。ただしこの方法も他の研究室で確立されてはいない。 培養法がないことが、この生物の研究の発展を遅らせた一つの原因でもある。現在では DNA を用いる分析法の発達が、その一部を埋めている。この生物が発見されたのは1912年であり、ネズミの肺から発見された。それは、原生動物であると考えられた。これが人から発見されるようになったのは1942年。広く知られるようになったのは、 エイズ蔓延の後であった。発見当初からこの生物は原生動物と考えられ、それが1980年代まで続いた。その理由としては、その形態が原生動物を思わせる反面、菌類を思わせる面がなかったこと、それに、抗菌性の薬剤の効果が少なく、原生動物に使われる薬剤の効果が大きかったことが挙げられる。ただし、 この生物の原生動物としての位置づけは長く明らかにならず、一部で候母との類縁を指摘する声があった。1970年以降にこの生物の胞子形成の過程が微細構造のレベルで研究された結果、この過程が原生分裂であることが示された。これはこの胞子が死の胞子であることを強く示唆するものであった。 分子系統の結果もこれを支持し、その検討の結果、これが死脳菌の系統の規定から分子したものであるとの判断が出た。この生物は当初は単一種ピーカリーにとされてきた。だが、このような遺伝子レベルの情報で、その分類上の位置が明らかになると同時に、哺乳類の宿主の違いに応じた寄生渋滞の遺伝的な差異が明らかになり始めた。 これは当初は人から取り出されたものと実験室の動物のものとのタンパク質における分子レベルの差異として見出された。人に寄生するものについては上記のように P ジラベキーとされている。この名は表現系の特徴によってこの属を分類した研究に基づいて1976年に提示され、その後再記載された。ちなみにこの首相名は イロベチーが起こす人のニューモジスチス肺炎を初めて報告したチェコの寄生虫学者、オットーベツに懸命されたものである。なお、この間に DNA の情報からは種の切り分けが困難で誤りを起こしかねないとの判断から、特に、これは宿主の種ごとに異なるだろうこの生物をすべてピーカリー2内の方とみなし、例えば人間に寄生するものは、 ニューモシスチスケリーニーフォーメイスペシアリスハモニスとするものである。この名を使っている文献も参見される。P ジラベキーと P カリーニが独立の種であることは間違いないとされる。18S 名の延期配列では両者の違いは5%であるが、この際は本属とタフリナ属との間の差に近い。ラテン語の文法上は P ジラベキーが正しいが P ジラベキーも よくご用される表記である。これは、現中から新筋への細分類に伴い、採用される命名規則が、国際動物命名規約から、国際藻類、菌類、植物命名規約に切り替わったためである。タフリナ菌アモンに含め、この一族でプネウモキスチスズナプネウモキスチスメ、プネウモキスチスカを立てる。これは、種として、分子系統による判断に基づくが、 またこの生物の生活感が、分裂酵母のそれによく一致するという指摘もある。また、減数分裂の様子はタフリナのそれに類似する。種については蒸気のように長く単一の種のみ認められた。現在は宿主特異的な複数の種があると考えられているが、その数は不明である。形態的には宿主が異なってもこの生物の形態はほとんど差が見られない。 ありがとうございます。